そしてこれ1年半の間にまさに対面審査500件やれるかどうか大きな本当に争点ですで大臣はっきりね訂正までしてご自身の記者会見を可能だと言ったのを不可能だと言い直し訂正してですねまで言ったでも不可能だったらこれやっぱおかしいじゃないですかだって500件1年半の間に対面審査をやっているという柳瀬参与員の発言がまあ虚偽だったというか不可能なんですよ。不可能なことを可能な そんなことに言うというのはありあ、まあ、おかしいというふうに思っていますしえそれからこれを前提に組み立てていることそのものも問題です。 彼女あの柳瀬さんの金属で言いますと、えー、16年間に弱に,に2000件で、えー、つまり1年間に130件ほどやっているとで稼働日数が33日34だとすると月に140件ぐらいなんですあ年に140件ぐらい月にそれで割ると1日に大体4件ぐらいになりますでも稼働時間は1時から4時5時までの4時間で1日に4件対面審査やれるんですか ヒアリングやり、そして通訳も入れてです、ね、本当にこの2016年間の間に2000件、私は対面審査をやってきて、難民と思える人はほとんどいませんでしたっていった、これはです、ね、4時間の間に4件、通訳入れて、協議もやって、評議をやってやれるんですか、これ、可能だと思いますか、不可能だと思いますか。斉藤法務大臣あの先ほどのの記者会見でも今のように いろんな数字を突然言われて、それであのなかなか答弁が困難になって、まあ、ミスを犯してしまったということであります。今のお話も、本来であれば抑制査をしたうえで、答弁をです、ね、させていただきたいというふうに、まあ、心から思うわけでありますが。